はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、またまたこのクーピーさんの、車と今日はコラボをしているということなんですけど、今日はね、このフィットハイブリッド、私の車をね、クーピーさんが乗って、どんな感想かということでやってみようと思います。ブレーキ踏んで、そうですね、でももう回ってますね。回ってるんですか。これも電気状態ですか。まあ電気状態ですね。なるほど。エンジンがね、全くかからないという最初の違和感ですね。違和感ですね。これでいいんですね。そうです。いいですね、最初これでいいのって思うぐらい。思いますよね。これがニュートラル。今ニュートラル状態です。やっぱこうなりますよね。ブレーキ踏みながら、はい、これでドライブ。これがなんですか、ローですか。それローですね。ローほとんど使わないですね。だからこうやってこう落とす、はい、でまた戻るんですね。そうです、そうです。なるほど。これパーキングはもう今降りてる状態ですね、はい、これドライブでも、ドライブでもあのクリップ現象ないんですね。ない。あ、でもちょっとありますよ。ありますか。若干、はい、そんな強くないですね。そうですよね。ブレーキが結構カッコンブレーキなんで、あ、そうですか。慣れるまではちょっと、また撮影してたら汗かきますよ ね急に汗が止まらないですね。あと、これ今エンジン状態ですね。今エンジンとガソリン、ね、あ、ガソリンエンジンと電気が同時に、同時なんですか。はい。それどういう状態ですか。エンジンも回りつつ電気も、電気も、ね、モーターも回りつつ、モーターも、あのダブルクラッチっていうね、はい、DCT やったかな、はいはいはい、なんかあのそんな機構使ってるんですよ。あ、これですか。そうですね。スポーツカーやるやつですね。そうですね。あの一応こう見えても7速あるんですね。あ、DCT7 速ですか。7速あるんです、意外とスポーツカー並みの高級スポーツカーじゃないですか。そうです、完全に。それがね、まあ、この一般大衆車だとまあ安く買えると。結構走り好きな人も乗られてるんじゃないですか。そうですね。ただあの初期のこのフィット3は結構それがあのクレーム対象、あのなんていうのね、リコール対象、リコール対象、はい、結構壊れたりしてたみたいですね。でだいぶ今は成熟してその辺も大丈夫。あ、じゃあ今は結構解読なんですね。そうですね。ただフィットも次、フィット4がもうすぐ出ると言われてるので、はい、まあ、もうちょっと後の方がいいかな、今買わずに乗った方がいいかな。オートマなんでね、やっぱ坂道走りが楽ですね。やることないんですよ ね今坂道ずっと上がってきましたけど、すごいもう全然エンジン回転数も上がらずにスーッていきますね。そうでしょ。滑らかに車両は軽いのかなという勘違いですが、これ結構速いんじゃないですか、走ってるの。そうですね、ただちょっと足回りがね、やっぱ純正なんで、ガチガチじゃないんで。そうですね、普通の乗用車ですね、あのカーブとかやっぱ怖いなって感じるときありですね。ただまあキビキビした走りというか。そうですね。いや、DCT7 速はこれパドルシフトですか。あ、そうです、そうです。これやったら変速する感じですか。もうシフトダウンとかやってきます。お、3速、2速、2速、2速、仕事チェンジめちゃくちゃスムーズですね。まあ、結構ぐにゅうってする仕事チェンジの車は結構あるんですけど、バトル仕事これすごいスムーズですね。そんなに変わった感がないって言ったらあれか、なんかまああの急なね、急勾配の下り坂とかには役立ちますね、はい、確かに。その滑らかすぎてやる必要がないというか、確かにオートマでいいかなって感じしますね、うん。まあ、実際のところはほとんど使ってないというのが正直最初だけですよね。最初はやっぱ楽しんでね、いろいろやりますけど。まっすぐ、まっすぐ行きましょうか。今時速40キロで走ってますが、すごい静かですね。静粛性もやっぱ電、これ今エンジンと電気両方なんですね。そうです、そうです。電気だけになることってあります。電気だけで走れることもありますね。ありますか。ただね、モーターが一つしかないので、
走る距離がちょっとすごい短いですね。ああそうなんですね。左下にたまにね表記が出るんですけど、ね、はい、ほとんど表記出ないですね。それになった時だけもう電気だけでガソリン、そうなった時に結構テンション上がるじゃないですか。まあね、あのちょっとでもその間はガソリン使わないんで燃費が伸びるわけですから、す、ね、頑張れフィットって思う時がありますね。じわっと、いやハイブリッド結構燃費もいいんでありですね。そうですね、私前乗ってた車があのホンダのアバンシアっていう、ワゴン車乗ってたんですけど、はい、それが平均燃費10キロ前後だったんですね、はい、でこのフィットに乗り換えて、もう普通に20キロぐらい走りますんでね、すごいですね。もう単純に倍ですよね。もうそれだけで全然やっぱ月の支払いっていうのは変わってきましたね。これ高速とかでもさらに乗ってくるんですか。そうですね、高速乗ると24キロぐらい、24ですか、すごい、いきますね。まあ、カタログ上の燃費はなんか30キロとか書いてますけど、まあ20キロから24キロぐらいですね。プリウスとかだとなんか結構発信が電気だけでなんか動いてるか分からへんみたいなってよくあるじゃないですか。そうですね、その感じはその電気が溜まってないとないってことですね。そうですね、やっぱりあのハイブリッドといえどもまだガソリンガチのガソリンよりも、そうですよね、あのハイブリッドかというか。そうですね、僕も電気自動車って聞いてなんかもっと音がしないかなと思ったんですけど、普通に、ね、エンジン音も、ね、エンジン感もありますし、踏んでも結構ね、行きますね。早いですね。結構坂道がね、なんか楽ですよ ね、 ね。で、昔のターボ感覚といったらいいんですかね、はい、この燃費を、まあ、伸ばす役割もあるんですけど、どちらというとそのエンジンの補助というか、ターボ的な感じで乗ってると。こっちの方が良かったですね、やっぱりね。ここもですね、あっという間に横に横にして上ですね、あ、そうです。さっきこれの3倍ぐらいなんだ。あ、そうです、そうです。やっぱこれシフトレバーは難しいんでね、慣れるまでね、ちょっと、ね、慣れるまで大変ですよ。ここは植物園みたいなですね。ここはね、そうです、そうです、森林植物園。バーベキューとかできるとこないんですか。バーベキューもうちょっと上の方行ったらあります、ありますね。今度やりたいですね、バーベキュー、ね、ソロキャンプたまにやってるから。そうなんですね。あ、前なんか、はい、あ、なんか1回だけ大泉ジャムシやってますね。あ、そうですね。誰かとコラボで。そうです、そうです。この緑っていうのは何なんですか。緑は今エコ運転してますよと。エコ運転っていうのはガソリンあんまり、ね、ガソリン、そうですね、あの、まあ、ガソリンとこの電気系統ですね、はい、どうしてもやっぱハイブリッドってその蓄電池をちょっとでも減らさないように頑張ろうとするのがこのイーコンモードっていうんですけど、はい、電池をなるべく使わないようなシステムがこの今グリーンの。なるほど、ね、イーコンボタンっていうのもあるんですけど、ね、他のモードもあるんですか。そうですね、あとスポーツモードっていうのもになると結構ガソリンもガンガン使う感じ。そうですね、スポーツモードはずっとエンジンかかりっぱなしみたいな。なるほど、ちょっと押してみましょうか、はい、ポチッと、まあ、若干ですけど。これはもうじゃあ電気は使ってない状態ですか。今電気もどっちもフル状態です、ね、フル状態、うん、はい、確かにキビキビね、うん、てますね。ちょっとレスポンスが変わるかなっていう、ね、いや本当によく走りますし、視界もいいですし、視界はね、ロードスターから、ね、比べると万人受けしそうですね、うん、座高の高い私でもね、十分天井までつかないですし。これが今ガソリンモードで、この2つモード。そうですね、まあ、Eコンモードと普通のコンフォートというか、はい、何もしてない状態とスポーツモード、はい、この3つですね。これフィットはマニュアルはないですね。マニュアルは、ね、1.5 リッターのガソリンタイプにはありますね。ガソリンタイプですか、はい、RS っていう、ね、モデルがありますね。これマニュアルも楽しそうですね、うん、いや結構マニュアル選ぶ人多いですよ、ね。あ、そうですか、ね、
乗り心地もすごい、結構路面の速度もいなしてくれますね。そうですね、この間ちょっとタイヤ買い替えてまだ新しいっていうのもあるんですよね。やっぱりフィットなんで、そのフィットやっぱりフィットそうやっぱりフィットなんでね、はい、クラス分けがどうしてもね、ホンダの中でも高級車との差をあえてつけてるのかなっていう面は感じますね。まあファミリーカーと、なんやかんや言ってもファミリーカーというか下の車かなっていう感じはしますね。ここでしたね。ここですね。ここ左ですね。これ止まらダメなんですかね。もう一回止まる。すごいですねこれ、はい、トラップすいません、はい、トラップポジションで、ね、あれ警察見てましたもんね。見てましたね。これすごいですね。減点位置とかで取られますもんね。これトラップすぎますね。ちょっとこのメーターも液晶でかっこいいですね。そうですね、なんかちょっと変な立体みたいな。そうですね。で普段も本当僕ガソリン車ばっかしなので、こういうハイブリッド初めて乗ったんですけど、全然ありやと思いますね。何見せんか分かんないですけど普通に、ね、燃費もいいんで。そうですね、まあ、2台欲しいですね。こういうのとガソリン車と。そうですね、意外と走るっていうね。そうですね、フィットって。でも今の車デミオとかもそうなんですけど、うん、全然もうコンパクトカーとかでね、ファミリーカーでも早いですよね。でやっぱダウンサイジングでね、みんな排気量の小さい車に乗り換えていくんで、はい、小さい車だからといってそんなに高級感がないっていうわけでもなくなってきますよね。その代わりちょっと車両価格がね高くなってしまうっていうデメリットもありますけど、そうですね、 K でもね本当に NBOX とか高級車並みの、あ、ね、200万とかする K 多いですよね。そうそう、普通車並みというかね、普通車以上の機能もついてますからね、うん、しかも安全装備もね、 K 最近クルーズコントロールもついてるやつもありますし、自動ブレーキとかもね標準になってきますし、自動ブレーキはあった方がいいですよ ね、 ね、そうですね、安全のね。フィットありじゃないでしょうか。欲しかったです。ありがとうございます。はい、戸惑ってましたよね。やっぱりね、マニュアル車からね、こういったハイブリッドカー乗り換えると最初ねみんなあんな感じになります。やっぱりね、操作を覚えるまでが大変ですよね。まあでもただねすぐ、慣れるので、きちっと操作を覚えてから皆さん乗ってくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、今日はクーピーさんが、私のフィットハイブリッドを乗ってみたでした。じゃあね、ボーイッシュ。